今年生まれた子どもの名前のランキングが発表され、ロシアによるウクライナ侵攻を背景に平和を連想させる名前の人気が上昇しました。明治安田生命が今年生まれた子どもの名前を調べたところ、男の子は葵と凪がトップで並び、ついでレン、女の子はひまりがトップでリン・歌と続きました。 男の子でトップのナギは去年45位からの急上昇で女の子の名前としても20位になりました明治安田生命はロシアのウクライナ侵攻などを背景に不安を払拭するようにすがすがしく平和を連想させる名前が人気となったと分析しています。